当に戦いに来たのか。水球炭酸剣ジャランコ。なんですでにブーイングなんだよ。おいお前、聞いたこともない流派を名乗っているが、さては素人だな。武術をなめるなよ。くぅ、言わせておけば。っていうか、お前がもっと怒れよ。え、俺はもうやめたけど、お前は最後まで残った弟子だろ。叩き潰してくれるって言うなら楽しみにしてるぜ。あんまり強くなさそうだけど。ボコボコのボコにしてやる。ザッコス対チャランコの第2試合が始まります。殺す。ブワッ。強いチャランコ選手。いや、これはチャランコ選手が強いというより弱い。ザッコス選手弱すぎる。うわ、悪いことしたな。いつも通りの決着。ザッコスの動きは悪くなかった。これは決勝の相手が決まったかな。次の試合はザッコス選手との試合で勝ち上がってきたチャランコ選手対過去大会で2連覇の実績を持つバクザン選手です。俺は覚悟の足りない奴らに教えてやってるだけだ。おい。まあいいや、これで。殺す。はじめ。好きだらけ。なんだこの男は。本当に戦う意志があるのか。もしや素人か。ああ、実はこういうの初めてなんだ。あんたの武術を体験させてくれ。お望み通りフルコースで処刑してやる。地獄送り死闘でお前の頭蓋骨は割れ、この世と。頭触んなよ。あ、場外です。サーバリー、ドクター、担架を早く。なんという大番狂わせだ。また一発で決めたか。よし、俺もそれで行くぞ。一撃。果たして優勝は誰の手に。さあ、いよいよ準決勝第2試合。必要に相手選手の人体破壊を楽しんできたジョゼ選手対、全試合を一撃で勝ち上がってきたジャランコ選手。私の一族は先祖代々優秀な遺伝子のみを掛け合わせ作られてきた選ばれし民。もはや愚民どもとは全く異なる新しい種族なのだ。この戦いでその力を見せつけ。大げさなやつだな。トウモロコシの品種改良みたいなもんだろう。目に涙を浮かべ、大きな口で絶叫するのが楽しみだ。またしても一撃。もう大会も終わりか。そこが知れません、ジャランコ選手。